13章。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間、やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか？万人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。イエスは安息日にある街道で教えておられた。すると、そこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って、3サトンの粉に混ぜたところ、全体が膨れました。イエスはまちまち村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですか？という人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。
私はあなた方がどこのものだか知りません。不平を行う者たち、みんな出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか。今、しんがりの者が後で先頭になり、今、先頭の者がしんがりになるのです。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきて、イエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は、今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。だが、私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ主の皆によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。14章。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られた時、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水腫を患っている人がいた。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい人、不遇の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時お返しを受けるからです。
イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いて、イエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょう、と言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあ、おいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが、みんな同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出なければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。また、別の人はこう言った。結婚したので、行くことができません。しもべは帰って、このことを主人に報告した。すると、怒った主人は、そのしぼめに行った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や、不具の人や、盲人や、足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でも、まだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかった、と言うでしょう。また、どんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を、1万人で迎え撃つことができるかどうかを、まず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に、使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。ですから、塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。15章。さて、主税人、罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで、帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでください、と言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、
悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また、女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を吐いて、見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでください、と言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。また、こう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をください、と言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから、手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたいというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて、いろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のために、肥えた子牛を放らせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。16章。
イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしいし。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は、油100パテと言った。すると彼は、さあ、あなたの帳文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は姦淫を犯す者であり、また夫から離別された女と結婚する者も姦淫を犯す者です。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムがはるか彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、
ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人あります。彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。17章。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようでは、そんな者は石臼に首を結えつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。弟子たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに耕作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさい。と言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分が言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、マリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の癩病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。さて、神の国はいつ来るのかと、パリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は、人の目で認められるようにして来るものではありません。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。
いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても言ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり飢えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。弟子たちは答えて言った。主よ、どこでですか。主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。18章。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言った。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。自分を義人だと自認し、他の人を見下している者たちに対してイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は
高くされるからです。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかに誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けない者はなく、後の世で永遠の命を受けない者はありません。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、辱められ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエスがエリコに疲れた頃、ある盲人が道端に座り、物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですか?と尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだ、と知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、と言った。彼を黙らせようとして、先頭にいた人々がたしなめたが、盲人は、ますますダビデの子よ、私を憐れんでください、と叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのか、と尋ねられると、彼は、主よ、目が見えるようになることです、と言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのです、と言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見た民は、皆神を賛美した。
19章。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられた、と言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを儲けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを儲けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまけにならなかったものを借り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと思っていた。というのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ、私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。これらのことを話して後、イエスはさらに進んで、
エルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテパケとベタニアに近づかれた時、イエスは2人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された2人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして2人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。20章。イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日、祭司長、律法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。そこで答えて言われた。私も一言尋ねますからそれに答えなさい。ヨハネのバプテス様は天から来たのですか？人から出たのですか？すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこでどこからか知りませんと答えた。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われた。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを遣わした。
ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめにした上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに三人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ぶどう園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をぶどう園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとぶどう園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ぶどう園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。律法学者宰相たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った感謝を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その感謝たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちがカイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。すると彼らに言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。ところで七人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、七人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるでしょうか。七人ともその女を妻としたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、
このことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは神に対しては皆が生きているからです。律法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とする時まで私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の定座が好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。21章。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は貧しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証しをする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時
ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に御怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は、人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。まことにあなた方に告げます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように、突然あなた方に望むことのないように、よく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらのすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。22章。さて杉越しの祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからである。さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。さて杉越しの子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越しの食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで
彼らは杉越しの食事の用意をした。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後、言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私にはもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから、裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし、見なさい。私を裏切る者の手が私と共に食事にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は、一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕をする者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は、私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうとも死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足りないものがありましたか。彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあることが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼らは言った。主よ、その通り、ここに剣が二振りあります。イエスは彼らに、それで十分と言われた。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、
弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てみると彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられる時、群衆がやってきて、十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか、と言われた。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうか、と言った。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまで、と言われた。そして耳に触って彼を治してやられた。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りません、と言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だ、と言った。しかしペテロは、いや、違います、と言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリラヤ人だから、と言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりません、と言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。さてイエスの監視人どもはイエスをからかい鞭で叩いた。そして目隠しをして、言い当ててみろ、今叩いたのは誰か、と聞いたりした。またその他さまざまな悪行をイエスに浴びせた。夜が明けると民の長老会、それに祭司長、律法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出しこう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今から後、人の子は神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、
あなた方の言う通り、私はそれです、と言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか。私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだから、と言った。23章。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですか?と尋ねた。イエスは答えて、その通りです、と言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからない、と言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながら、この民を扇動しているのです、と言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあるとわかると、ペテロをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪にあたることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声をそろえて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの角で、牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろ、と言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるように大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえて、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、
子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから、その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするのなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。その時すでに12時ごろになっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして雨布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて、香料と香油を用意した。安息日には戒めに従って休んだが。24章。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。すると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると
主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って、十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布のだけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから三日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じなさい。心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きますから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。
そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているのでイエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げるとイエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。ルカの福音書終わり。